マリオベーンは、オランダ・ロッテルダム出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはミッドフィールダー。ロッテルダムの公安労働者の息子として生まれ、タルーエワイクの広場でフットボールを始めた。7歳の時に、FC ・ロッテルダムに加入、翌年、フェーノールトのユースにトレードされた。攻撃的 MF として、 頭角を表すのに時間はかからず、1982年に、クラブイコンビレムファンハネヘムの元18歳で、ロッテルダムエディトーナメントにおいて、トップチームデビュー。この大会で、アーセナル戦に途中出場し、1ゴールを決めている。1982年9月5日には、NEC 戦で公式戦デビュー。ベーンは卓越したテクニックと素晴らしいキックを武器に、 1982から83シーズンにはハンスクラン ISR の下で定期的に出場時間を得たがフェーノールトがヨハンクライフのリードの下でランズカンピューンとベーカーウィナーとなった翌シーズンはベーンはクライフの加入によって出場時間が減少だが1984年にはマルコ・ファンバステンやチームメートのルートフリットを抑えて 最高のタレントに贈られるハウデンスヒューの受賞した。ピッチ上の容器者、ワンパク小僧として知られたベーンはすぐに、デカイプの人気者に。チョーク好きな性格から、メディアからは、ピエトイエ、ベルのニックネームを付けられ、サポーターからは、その卓越したテクニックにより、スーパー、マリオやマリオドナと呼ばれた。1983 FIFA ワールドユース選手権では、 マルコ・ファンバス・テンヤ、ジェラルド・ファネンブルグラと一緒にプレーし、4試合に出場して2得点。初戦のブラジル戦では3人のディフェンダーをドリブルでかわした後、ゴールキーパーの頭上をチップキックで抜くという先制点を挙げ、6万を超えるメキシコ・グアダラハラの監修を驚かせた。1984年には国内リーグカップ戦の2冠を達成。 正確なボールタッチ能力が高く評価され、同年11月14日、20歳の若さで、ワールドカップ予選オーストリア戦で代表デビュー。後半27分から、途中交代で出場、計18分をプレーしたが、試合は0から1の敗戦。以降、オランダ代表に呼ばれることはなかった。1988年に、フェーノールトから、 イタリアのピサエスシーにー遺跡資シーズンを過ごした後、オランダへ帰国して、ローダジェシーに加入した。その後にチームを渡り歩いた後、1993年に、故郷ロッテルダムの SBV エクセルシオールに加入。チームキャプテンを務めるなど中心選手として活躍し、1995年に引退した。2000年から、 フェイノールトのアシスタントコーチとして4シーズン過ごした後、エクセルシオールの監督に就任。2006年は、トリニダードトバゴの戦術アナリストを務めた後、NEC 内務編の監督に就任。2009年、フルスフェイノールト監督に就任した。2009から10シーズンは4位と低迷していたクラブを復調させたものの、2010から11シーズンには、 PSV、アイントホーフェンにレから10で惨敗するなど10位に沈んだ。そして、シーズン終了後に行われた選手投票で、米園に否定的な意見が多数投じられたため、7月13日に辞任した。2011年8月、ベルギーの KRC 変区の監督に就任。同年11月には、同クラブとの2014年までの契約延長に合意した。 フェイエノールと追われて、以来現在もデカイプに戻っておらず、特にクラブを去らなければならなくなった、蔡のテクニカルディレクターのマルティン・ファンヘールの、責任放棄といえる対応を強く批判。ファンヘール氏は、ベーンハッカーと私をいつでも歓迎すると言っているが、我々がまだデカイプに行かないのは、彼がいるからだ。もう二度と会いたくないとメディアに語っている。ありがとうございます。